キリストの卓形、キリストの頭上にある罪状書きには、ユダヤ人の王ナザレのイエスと、ヘブライ語、ラテン語、キリシア語で書かれている因儀は、イエスキリストの卓形において、その十字架の上に掲げられた罪状書きの当時語である。日本語では、ユダヤ人の王、ナザレのイエスと訳される。新約聖書の四福音書によると、イエスは十字架につけられた時に彼は、 ユダヤ人の王であるという胸の罪状書きが、その十字架にかけられた。福音書ごとに表現は少しずつ異なるが、ユダヤ人の王という言葉は共通している。外転福音書とされる、ペトロによる福音書では、イエスの罪状書きに書いてある文は、これはイスラエルの王であるとされている。ヨハネによる福音書では、イエスの罪状書きが、 その十字架に掲げられた経緯は次のように説明されている。ピラトは、罪状書きを書いて、十字架の上に書けた。それには、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それは、ヘブライ語、ラテン語、キリシア語で書かれていた。ユダヤ人の最主張たちがピラトに、 ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかし、ピラトは私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。ローマ式十字架刑は政治的秩序を乱す人たちに課せられた処刑方法であり、反逆を企てる他の者に思い知らせるために十字架上に受刑者の名前と犯した罪が書かれた看板が掲示されることもあった。 指摘イエスは、ローマへの反逆罪で処刑されたことは、歴史学者たちによって一般に認められている。ヘロデ大王の要塞都市、ヘロディオン、ユダヤ人の王は、もともと、イドマヤ人のヘロデ大王が、紀元前37年に、ローマ元老院によって与えられた、君主号である。実際に、マサダでは、ユダヤ人の王、ヘロデのためにと書かれたアンフォラが発見されている。 ヘロデの死後、その息子たちは王位を継ごうとしたが、誰もがローマに王としては認められず、ヘロデの領地の一部を統治する領主として認定されたのみである。ユダヤ人の王として、ローマ兵に侮辱されるイエス福音書においては、ユダヤ人の王は、ユダヤ人ではない登場人物がイエスに対して使用する称号である。因リと書かれた紙が十字架に貼ってある。 卓形像、インビが書かれた十字架、イエス・キリストの卓形を題材にした絵画や彫刻においては、イエスの頭の上にインビが記された札、または名盤が描かれるのが普通である。絵画や彫刻によっては、インビの文字が直接十字架に彫られていたり、イエスの頭上にインビが現れているような場合もある。西欧におけるルネサンス美術では主に、ヘブライ語と、 ギリシア語の句を省いて、ラテン語の文のみが描かれており、さらに、インディと略されていることが多い。しかし、反宗教改革の時代では、カトリック教会の改革が進む中で、卓形画の中で三カ国語を省略せずに描いている、ものもある、が書かれているイコン。イエスの頭の両端と踏み台部分には、シグマ X シグマが書かれている、正教会のうちいくつかの教会は、 ギリシア語の句の頭文字、陰蜜を使用している。また、福音書に見られる在場書きではなく、そう書かれるべきであったという意味で、Bα r ファーシグマヨタラムダイプシロンタウカッパ、シグマミュウウプシロン、または、Bα r ファーシグマヨタラムダイプシロンタウデルタ、クサイイータと書かれる場合もある。一方で、ラテン語の影響の大きいルーマニア正教会は、ラテン語あるいは、ルーマニア語に基づき、 イン理を用いている。スラブ系の正教会で広く用いられる八単十字架には、この罪状書き部分が組み込まれているが、八単十字架には、文字が書かれていないことも多い。罪状書きの文は、教会スラブ語では、税と訳されており、その頭文字は、である。罪状書きのヘブライ語文を、と表現される場合もあるが、これは、 後世の再翻訳で頭文字が神聖四文字と同じになるように微妙に文じったものと思われる。そもそも、ヨハネによる福音書に見られる、ヘブライ語は、ヘブライ語ではなく、当時のパレスチナ地域の共通語であるアラム語であった可能性は高いと考えられている。十字架の名番サンタ、クローチェインジェルサレメセイドにある、聖罪状版に基づくローマにあるサンタクローチェイン。 ジェルサレンメセドウにはイエスの十字架に掲示された罪状書きとされるキータの一部が現存しており、コンスタンティノス一世の母、ヘレナが325年にこの教会を建てた際に収めた聖地よりもたらした聖遺物の一つと言われている。ギリシアラテン語部分の一部のみが現存し、しかもそれが鏡文字になっていることが特徴的である。 多くの学者は、この生意物をイエスの十字架につけられた名版そのものではなく、後世の偽物とみなしている。近年、ドイツ人ジャーナリストミハイル・ヘッセマニア、聖書学者のカール・ステンペーター・ティーではこの罪状版が本物であると主張したが、他の学者から批判を受けていた。2002年に放射性炭素年代測定法を用いた年代調査が行われた結果、 このギータの推定制作時期は980年から1146年の間であるという結果が出た。なお、4世紀末にエルサレムを訪れた修道所のエゲリアの巡礼記によると、在場版は当時イエスが処刑され、葬られた場所の上に建てられた聖墳墓教会にイエスの十字架の破片と共に法案されていた。570年代に聖地へ巡礼の旅に出た。 ヒアチェンツァ出身の人が書いた巡礼記にもこの名盤が聖墳母教会にあったと記述している。日本聖書協会観光の新協同訳聖書に基づく。リチャード・ボーカム、イエス入門新教出版社、2013年、158から159ページ。キーナー、クレーグエス、ザ・ヒストリカル・ヤス・オブ・ザ・ゴスペルス、アード・モンズ、P258、エヴァンズ。 クレーグウェイ、ヤソザアンドザ・シャベリーズ、ホワットベリアル・プラクテセス・リビール・アバウト・ザ・ビギニング・オブ・クリスチャーニティ、ベイラー・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、48から51、ジェンセン、モートン・ホーニング、ヘレット、アンティパス・イン・ガリレー、ザ・リテラリー・アンド・アーキアロジェクル・ソーシズ、オン・ザ・レイン・オブ・ヘレット、アンティパス・アンド・イッツ・ソシオ、エコノミック・インパクト・オン・ガリレー、モア・ジー・ベック、P110、ミラー、 スーザン、ウィメン・イン・マーク、エス・ゴズペル、ブルームズベリー・パブリッシング、P76、フランス、RT、ザ・ゴズペル・オブ・マシュー、アード・モンズ、P1048、マイケル・ヘッセマン、キタラス・クルーシス、ザ・タイトル・オブ・ザ・クロス・オブ・ヤ・ソ・クリスト。2019年8月22日閲覧。ジョン・リベラ、プラミング・ザ・ミス・セルウン・ディング・ザ・トゥルー・クロス。ザ。 ボルティモアさん、2019年8月22日閲覧。A.B. ニコル、ジョー、レリックス・オブ・ザ・クリスト、ザ・ユニバーシティ・プレス・オブ・ケンタッキー、ピアニッシモ、86から90、ベイリア、フランチェスコ・アジー、カルロ、14C、デイティング・オブ・ザ・キタラス・クルーシス、レイディ・オカーベニ44、 6 8 5 6 8 9零零三三か0 0 3 3 8 2 2 2オリジナルの2010年7月17日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ is スラッシュ20100717163946スラッシュ https digitalcomons.library.arizona.edu m スラッシュ、コールディングスラッシュ、ジャーナルスラッシュ、issue, r=http コロンスラッシュスラッシュ radiocarbon.library.arizona.edu スラッシュ volume44 スラッシュ number3 スラッシュ。エンエリア、アイテンデリアムペラーグレンレシオ。ラテン図書館。 2019年8月22日閲覧。ベルナール、ジョン・エイチ、ザ・ピルグリメージ・オブ、エッシュルビア・オブ・アクイターニア・ツー・ザ・ホーリー・プレイセズ、パレスチナ・ピルグリムス、テキスト・ソサイティー、P63、ザ・ピー・チェンツ・ピルグリム。2019年8月22日閲覧。ありがとうございます。